松田学です。このチャンネルではですね、現職の国会議員、国政の第一線でですね、どんなことが起こっているかということで、たまたま臨時国会がですね、終了した直後ということもありまして、よく言われるように日本維新の会は与党と言われることがあってですね、野党でも与党でもない与党だと、どちらかというとこの国会の状況を少しこう冷静に見てるっていう立場、私も昔属していたのでよく分かってるんですが、そんな観点からですね、石井光子参議院議員、大変ですね、キャスターとしても女優としても、また保健学の方でもですね、ご活躍の多彩な国会議員でいらっしゃいますけれども、今回は国会の状況をはじめいろんな話をですね、聞きたいと思っております。石井先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず臨時国会終わってですね、はい、国会の状況を振り返って、どんなふうに思ってらっしゃいますか。今回の臨時国会はですね、通常国会が6月の26日に終わってから100日を休み、中に参議院選挙を入れて、スタートしたんですけれども、68日間しかなかったという、本当に憲政史上最悪の国会だったと。最悪の国会という、いろんな方がそうおっしゃってますけれども、中身の審議の時間も少なく、また実りも少なかった、国会法案はスースーと、粛々と通っていってしまったって、何の法案が、どんな大事な法案が決まったのか、あまり国民の皆様は分かってないと思います。日米貿易協定だって決まったわけですよね。そうなんです。来年の1月1日が発効です。でそれから4ヶ月間、4ヶ月経った後と、まだ何もスタートしていないという状態なんですが、うまくまとまったかのように言われていて、そうですね、どなたもそう思ってらっしゃらないんじゃないか、教会の方はと思います。なるほどなるほど。特にですね、桜を見る会の話で、国民から見ると桜ばっかりやってるんじゃないかっていう印象がありましたけど、それはどういうふうにご覧になってましたか。そうですね、盛りかけもそうだったんですけれども、何かそういうスキャンダラスなことをやっていながら、大事なことは後ろで通っていくみたいな感じで、盛りかけよりももっとくだらない桜の会のテーマでしたんですね。そうですね、実際はいろんな法案の審議やってるんですが、法案の審議そのものもどうでしょう、十分な審議はされたという感じがありますか。ないですね。ないですか。それはないです。早く通してしまおうと、年が明ければ桜も忘れるだろうという感じの国会でした。で桜の会は2つしかないんですよね。やめてしまうか、園遊会というものがあるんですから、もういらないと、やめてしまうか、あるいはそれぞれのどなた様でも後援会のことをやりたいんだったら個別に後援会でやればいいじゃないですか、なるほど、勝手にやればいいじゃないですかというこの2つしかないですね、やめるか。なるほどなるほど。国費を使って新宿御苑でやる、あえてやる必要もないという、そうやってなんかこの招待客が増えていったということで問題になるんだったら、じゃあそういう形でやるか、やめてしまうかと、どちらかなんですが、維新はその中で、じゃあ国費を使ってやるんだったら、責任を感じてますじゃなくて、責任を取りますと、お金を国庫に返しましょうというけじめがあってしかるべきじゃないですかと言ったんですけれども、全然通らなかった。通らなかったっていうのは、その国会決議がなかったんですね。ないですね。で予算委員会を開いてそういう話もしましょうが、衆議院で開かないんだから参議院でも開かない。開かないと。内閣不信任案も問責決議案も出ませんでしたと。たまたま昨日で終わったんですね、この収録時の昨日で。昨日の夜、ある議員がですね、挨拶で言ってましたが、普通国会の最終日っていうのはですね、そのいろんなことが出てくるんで、夜ずっと禁足がかかって待機になるんですけど、あっけなく終わってしまったって言ってましたですね、結局あれなんでしょう、やっぱり不信任案出すと解散が怖いとか、そういうのがあるんですかね。そうですね、多くの議員が解散が怖いからやらないのかっていうのも、ありましたけれども、桜の会に、限って言えば、何も自民党だけがやってたわけじゃないので、後ろめたいんではないかと。それはそうですね、鳩山さんのこともよく言われてますからね。なるほど。ということは、国会というのが、私のいた時も国会改革と言いながらですね、結局はスキャンダルが中心になってしまって、で国民に本当の論点が伝わらないという状況になって、また国会議員も、メディアを意識しますから、どんどんなんか劣化しているような、そんな感じ、どうでしょうか。そうですね、大臣がドミノ系的にね、それもなんか問題が起こるとすぐ辞めてしまうという、そうですね、何だったんだか分からないうちに辞めてしまうという、
まあ、そういうスタイルをこの頃取るんかなと思ってました。そうですね。そうそう、忘れてしまうと、そうするとなんかどっかのメディアからスキャンダル持ってきて消してしまうというような、ね、そんなのが現状なんですね、国会のですね。ところでそういう国会ですが、まあ、石井先生は海外のご経験もありですね、あのキャスや女優のご経験もあり、保健学でも博士号を持ち、でいろいろ学会での活動、さらに被災地でもいろんな活動されているという、まあ多彩な、で私もいろんなことやってるんで、松田さんって今何やってるのって言われたら説明するの1時間かかるって人言ってるんですけども、まあ、私を上回る多彩なご経歴の先生ですが、どんな思いで国会に議員になられたら、そのあたりちょっとお聞かせいただきますか。そうですね、はい、いろいろな、キャリア積んできましたけれども、はい、ここでその東日本震災支援を聖路加看護大学 の、旗振りと東京大学の先導で、はい、まあ、5年やって熊本地震が起きて、でこれはこの国は災害から何も学んでないなと思って、うん、これを少しやっていかなきゃなんないと、はい、災害に対してもう少し、敏感な国になっていかなければならないと思って、ね、はい、まあ、誘われて、はい、維新 の、 その改革のスピリッツということと、はい、それからやっぱり、教育の無償化というのをすごく言っている政党であって、いつかそれが、ね、憲法で認められるような国になったら、女性が一人で働いていて、まあ、解雇になったとしても、はい、自分の子供は大学まで行けるのかなという、夢のような国になるかなという、この2つで維新のスピリットはいいかなと思ったら、まあ本当に台風が来るような、はい、すごいですね、国になってしまって、これ防災ももっときちんとやらないと、直下型地震を不安に思いながら暮らしているという ね、 そうですね、前はそんな国ではなかったんですよ。災害が起きたらそこから、まあ、一踏ん張りしてまた復旧、復興してやれやれという、はいはい、なんかもうめったに来ないだろうとかっていうんじゃなくて、どんどん来るんじゃないかという不安を抱えながら生きるっていうことを、ね、はい、もう想定外が想定外と言えなくなってきたという。そうですね。そうするとその想定外のことを計算して先へ先へと国土の強化をしていかなきゃならない。そうですね、はいはい、改革スピリッツという言葉が今ありましたけれども、やっぱりあれでしょうか、日本全体が閉塞感というかですね、これも私もずっとその日本は病じゃないかということを言ってるんですけれども、それはどこから起こってると思いますか。やっぱり人口動態のバランスが、上がすごく多いとですね、はい、まあ、先生なんかよくご専門ですけども、やっぱり経済が、そうですね、人口オーナスと言いますかね、はいはい、でその、生産労働人口が減ればですね、はい、そ 社会保障も年金も、まあ、計算通りになっていくわけですね。そうですね。だから一生懸命その社会で子どもを育てやすいようにしましょうと言っても、根本的にそれに対して、本当に真剣に取り組んでいる人がいるかというとあまりいない、いない、ね、これが閉塞感の一つだと思います。あがいても誰も真剣にやってくれていないと、人口がこうだけこうな男女とこう上が高齢者が増えてるわけですから、はいはい、これは誰が真剣にやってくれてるんだろうと、それは国会の議員もそうだと、誰が真剣にやってくれているんだろうかと思っていらっしゃると思うんですね、うんうんうん、そうですね、真剣にやってる人がいないという、あまりいないっていうのはあれでしょうか、やっぱりこう当事者としての意識がみんな薄いっていうことなのか、あるいはなんかこう現状を変えることに対する抵抗があるっていうか、そのあたりどんなふうにご覧になってますか、まあ、日本列島改造とかね、ああい う、 こう大使をこう抱いてやってったり、はい、富国強兵とかね、昔なら、そういうはっきりしたものがないんだと思います。ないんでしょうかね。なるほど、国家目標見えないという、そうですね、確か上位30社って中に、はい、トヨタと、はい、ホンダぐらいしか入ってないんじゃなかったですか。はい、はい、そうですね、株式時価総額でいうと今10位内から全部、かつては日本の金融機関がずらーっと並んでましたね、今はもう全部なくなって、でアメリカや中国の、そのしかも情報系っていう、いわゆるガーファだとかですね、もう完全に日本は置いてかれたっていう、そこからも分かりますよね。そうすると平成の30年間は何だったんだ、はい、ということもあったと思いますし、はい、新しい産業、新しい、経済の作り方っていうことに関して、はい、まあ、老朽している、頭が老朽している人たちしか人口を構成してないんじゃないかという思いもあったり、国会議員っていうのが、まあ、自分さえ良ければいいしっていう人たちが多いんじゃないかっていうのも
基本的に次の選挙のことが最大の関心事っていうのが国会議員じゃないかっていう感じ、特に衆議院がそうですね、選挙が仕事だみたいになっている感じで、国政のことにこう落ち着いて取り組んでいるっていうのはあんまりないんじゃないかっていう感じが私自身も経験しましたけどね。また一方で世界的にはすごく若い、環境問題を唱えている16歳の女の子がいますね。出てきましたね。はいはいはい。彼女なんかを見ているといいなときっと思うんだと思うんですね、16歳であそこまで英語が上手で、そうですね、そういう、日本人でもどんどんそういう人が現れてほしいと思いますが、やっぱり みんな国民全体がこうチャレンジ精神というか萎縮してしまったっていう感じはしますよね。それってやっぱり既存の制度がやっぱり良くないでしょうかね。やっぱり人口が少ないっていうのもありますし、でそのやろうと思ってもなかなか上からのプレッシャーがあってできないっていうのもありますね。でそれはシステムも変えていかなきゃいけないんですが、なかなかそれが入っていけない、もうちょっとこう人口の動態が変わっていかないと、なかなかその閉塞感が、それを促すような大きな組み替えっていうのがないといけないわけですね。でそれで先生のいろんな政策なんかもちょっと拝見してさせて、私も共鳴するとか非常に多かったんですが、まずやっぱり維新の政策としては、身を切る改革ですね。教育の無償化の財源はそれで捻出すると、今回は消費税率の引き上げで教育無償化とやってますが、維新の政策ではそんな必要はないと、私の維新にいた経験でもいわゆる行革政党っていうかですね、大阪でやった改革を中央でやるっていう色彩の非常に濃い政党だったと思うんですが、ただ一方で地方でできてもやっぱり国は違うんじゃないかっていう議論もあるんですが、そのあたり先生どんなふうに、本当になかなかその地方でできたものを東京で、東京でできたものを国でって、そう簡単にはいかないと思うんですけれども、もっとこうじゃあ、全ての人にその、結果平等ではなくて機会平等という意味でね、機会均等を得るために経済力に関わらず教育を受けることができる、機会を確保するために教育の無償化を実現するっていうことで、行かないと、大阪でできたから、大阪でできたからっていうと、やっぱりちょっとハレーションが出てくるんじゃないかなと思うんですね。ずっと大阪でやってればいいじゃないですかっていうね。そうですね、やっぱり国政政党としての言い方立場っていうのがあるでしょうね。身を切る改革っていうことを、選挙の時に言って、で実際その自分たちの歳費を維新は 20% カットして被災地に持ってってます。それは私がやりたかったことですけれども、自分のサラリーですよね、をカットして返してそれをまとめて被災地に持ってってますっていうのが、それがその、じゃあ皆さんやりましょうって、やりますやりますと言って、で今度うちの政党の議員が言ってましたけど、皆さん本当にやってるんですかって、やってるんだったらちゃんと名前も出してくださいって、いや名前は出さない、総額で出すとか、誰が出してないかって、そんなのはやっぱり言いたくないとか、ね、そういうことがあるんですか。なるほど。総論賛成、各論でいろいろバラバラになってる。そうすると例えば、いや全員そうやってやってるんだから、粛清みたいにやらないやつは誰なんだっていう、そういうガバナンスもあるでしょうけれども、やっぱり全員がそれがいいと思ってないってことですよね、要するにね。なるほどね、そういうことなんですか。そうですね、大阪ではそれできてて、財源を集めて権限もその地域には持ってきて、いろいろできただろうと、それを国でもやんなさいって言った時に、教育の無償化に使いなさいとか、社会保障や年金制度に変えていきなさいって言った時に、みんながそうしようと思ってないってことですよ。なるほど、なるほど。それとあとはやっぱり政党の人数が少ないということだと思います。なるほど。石井先生は災害認定保健師、これは震災の時に住民の健康を守るということで、やれてますが、私もちょっと防災とか減災とかに携わってるんですけれども、やっぱり災害が起こった後、最初はどう逃げるか大事ですが、やっぱり避難生活をされてる方々がかなりこの心身ともに病んでいくというかですね、そこのケアっていうところが非常に大きな課題になってると思いますし、ここ聞いた話なんですが、難民の最低限の基準というのはスフィア基準というのは国際基準であるらしくて、日本の避難所というのはそこを全然満たしていない
っていう話もあって、その上で今この話はかなり重要な話だと思うんですが、 どんな内容なんでしょうか。はい、まあ、なかなか制度を変えたりですね、認定を設けるというのは大変ハードルが高いんですね。はい、だけどもこの間12月5日付で、はい、日本維新の会として松井一郎、はい、片山虎之助両名の名前で緊急提言というのを出しました。はいはいはい、で被災で災害で死ぬ人がゼロにしていこうということで緊急提言を出したんですけども、防災というか災害に対するその緊急提言ですので、災害とは何かっていうのをもう一回全省庁が縦割りではなくて見直したらどうかということなんですけども、何か地震とは違って台風っていうのは雨量までよく分かるわけですよね。まあ、1週間ぐらい前からよく分かってると。で台風がこれほど地球温暖化で多くなった場合っていうのをこれから見据えてですね、はい、災害というのはまず防災というのがあって、はい、次に被災というか逃げる、はいはい、最後に救済 で、その救済の後が先ほど先生がおっしゃったように、はい、災害の後の人々のなりわいというものの復旧と復興ってなってこう5つあるわけですね。はい、時にこれは一体防災なのか、被災その被災地の避難所ですね、被災なのか、ね、救済なのか、はいはい、これにどんな人が関わっていくのかっていうのもですね、それぞれバラバラで、確かに。でその市町村の首長一人っていう、ね、はい、ものだったりすると、はい、情報をそれこそ嵐のように与えたとしても、はいはい、どの情報でどう動けばいいのか決断や判断がつかないのと、あとそこの地域で住んでいる住民の方はいつ逃げていいのかさっぱり分からなくて、逃げる途中でお亡くなりになるとか、はい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 、でそれだったら遠くの方まで行くそのさっきおっしゃった避難所、そこまで行く間にお亡くなりになるとかですね。あ、はいはいはい、そうするとその被災ってとこまで行かないわけですよ。なるほどなるほど。通信システムとかそのあるいはどう逃げるかっていういわゆるハザードマップっていうのも結局その頭で分かっていても結局なかなか行動に結びつかないとか、そもそもハザードマップっていうのを知らないとかですね、そのあたりもかなり今回の台風の影響でもですね、いろんな課題が出てきたと思いますけどね。モチベーションといいますか、それをどのくらいやっていこうとしているか、熱量っていうのが、今口ばっかりで熱量を感じない政治家が多いというのは、まあ、皆さんそれでも投票に行って選んでるのは何だろうっていう虚しさ、はいはい、まあ、やっぱり政治っていうのは熱量だと思うんですよね。はい、エネルギーでそのどのくらいやる気があるかっていうことで、はいはい、まあ、これから検討していきますとかやる気ますってほとんどやってないっていうことだったりすると。で国土交通省からこのダムの話聞いたり河川の話聞いてもですね、非常にエンジニアリング的にはよく分かったんですけども、でこの避難警告っていうのはレベルが1とか2とかってそれエンジニアリングにはよく分かったんですけれども、それは皆さんが分かってるんで、はいはいはい、災害という点においてその住んでいる人たちの被災逃げるというところまで、はい、いつだっていうところまでの話は誰がやってるんですかっていうと、それはもう各省庁でそれぞれがって言ってても、最終的に人を被災救う前ですね、被災逃げるというところまで行ってないわけですね。その通りですね。確かに私も世田谷区に住んでるんですが、世田谷区全体の情報はスマホに入るんですが、じゃあ自分の家自分の地域はどうしたらいいんだっていうのは分からないで、で逆に自分のところが洪水の影響がないとしても世田谷区全体に洪水警報が出てるわけですね。そうそう、下手に外に出るとかえって危ないとか、もう少しきめ細かいこの伝達情報が必要かなっていう感じが非常にしましてですね、そうですね、ピンポイントでどこが危ないのかっていうのが分かるようにするにはどうすればいいのかとかですね、レベル3になったからそろそろじゃあ荷物詰めようかじゃね困っちゃうんで、そうではないんだという話だったり、それは防災に入るのかとか、もう本当に防災被災救済という3つの中で、はい、私が言いました災害認定保健師というのは、じゃあ保健師というのは、はい、避難所に行った時にそこで健康相談だけやる人なんですか、はい、という話ですよね、はい、普段は防災の時とか被災の時に、はい、どんな役割があるんですか。だけどとても忙しい人たちで数も少ないの で、そうですね、じゃあ災害に限った認定された保健師の制度を作ったらどうかという、まあ、提案したんですが、保健師のその法律を変えるというのは非常に、はい、敷居が高いんですね。なるほどなるほど。で保健師の存在っていうのも非常に古くからあるものですから、なかなか災害だけのためにあるものではない、で保健師にその保健師って何の仕事してるんだっていう人もたくさんいらっしゃいますし、市役所や区役所は保健センターで行政の仕事をしてると、
それは人の命とかじゃなくても行政としてルールを守っていったり、はいはい、企画をしたりする人なんだと、はい、そういう人があの災害になった時にどのくらい働くかっていうことになると、はい、じゃあ保健師にもっと権限をください、今大変なんだから自衛隊10人私にくださいということも、やっぱりそれは上から誰が命令を下すかということはとてもその、大事であって、なるほど、あの私もすごくそれはあの賛同するところがあります。あの日本の防災ってこの統一されたシステム化されたものができてないとあの前からあの指摘されていることだと思うんですね。科学的な根拠にも基づいてきちっとしたものを組み立てなきゃいけない、まあ、ぜひそういう意味であの頑張っていただければなと思いますが、あと石井先生はあの、データに基づきシニア世代の体と心と体の健康を守る、はい、これは、あの今地方自治体でも、はい、それぞれがみんな、あのそれぞれの考えや思惑に基づいて健康診断やったりですね、あそうですね、やってて全然データまとまってないんですね、はい、おっしゃる通りですね、バラバラなんですよね、うん、バラバラであるということは、みんなは迷ってしまうわけですね、その通りですね、なので、うん、まあバラバラであるものをこれからどうしていくのかっていう、はい、そのエビデンスベースデータっていうのもありますし、はい、メディスンっていうのもありますし、はい、まあ、それであの行政っていうのであればポリシーっていうわけですよね、先生、はい、そうするとじゃあもうそろそろ若い人たちに向けてそういう世代に電子データでまとめてやっていって、うん、そのマイナンバーを活用していくんでも、はい、そういう方向で健康管理という意味で活用していったらどうかと。そうですね、でもまあ健康手帳だとかお薬手帳だとか、うん、保険証 の、うん、あのカードだとかというのがあってですね、うん、やっぱりいろいろあの利権としがらみがあるわけですよ、うんうん、でもそれをいつまで言っててもしょうがないの で、 そうです、ね、なんとかデータをまとめていかなければならない、うん、とは思うんですね。まあ、医療改革の一丁目一番地は医療の電子化だという話はよく聞きますね、うん、それを地域できちっとユーザー本位の形で少し統合された管理っていうのはやっぱり必要なのかなといつも思ってるんですけども、うん、まあ、一番最初に申し上げたように人口動態がこうですから、ね、これを誰しも避けて通れないのであれば、はいはい、まあ心と体と、まあ、健康っていうのが日本の国力であるんではないかと思うわけですよ。その通りですね。健康寿命が大事ですからね。うん、そうなんですね、はい。病気であってもいいから自分をコントロールできる方がいいし、あとやっぱり、ね、自分の体に対してなるべく効率のいい、はい、コントロール管理の仕方を考えていかないとならない。そうですね、今はあの昔の急性期病を中心とした医療システムから今は慢性病が中心の医療システムになると、うん、日頃日常生活をどういうふうにサポートするかが重要な課題になっているはずですよね、やっぱりなんかこう高齢になったらいろんな人に支えてもらってって皆さん思っていたと思うんですけど、なかなかそうはいかなくなってくる、はいね、病院も統合しろっていうニュースがすごくありましたですよね。あでもなんとか医療費を削減しようと思っているんだという大きなこのナタを振ってこう変えていかなきゃならないとなった時に、出してそれであの心と体の健康を予防っていうのができているかどうかっていうのはまだ誰も回答を持ってないですね。ああそうですね、うん、その意味であの神奈川県の黒岩知事が未病対策っていうのを前面で掲げていろんな取り組みも始まってますけれども、でもまだまだっていう感じですね。日本全体で見ますとですね、あのぜひその辺もあのいやあの、日本ぐらいその自分で体が具合が悪いと思ったら、はい、自分でその何かに行くかって決めていくっていうのはない国にないですよね。自分で自分の体を、うん、あじゃあ眼科に行こうとかね、人工科に行こうとかね、はい、内科に行こうとかとか、はい、自分で決めていくわけですよね、はい、そうですね。でそこに行った先生が良かったかどうかで変わってしまうみたいな感じでしょ、うんうん、そうですね、長いこと自分の体っていうのはどんなものなのかっていうのを分かんないわけですね、うんうん、だからやっぱり少し血液から何種類かの癌の可能性っていうのが分かるような、うん、ほんのちょっとしたねそういう検診の仕方も変えていった方がいいし、うんうん、ちょっと前ですけどもう忘れてらっしゃると思うんですけど老後には2000万なきゃダメなんだっていう話ね、はい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 、本当に日本の人って忘れるの早いんですよね。あもう忘れられてるんでしょうかね2000万問題も問題もね。あそういう不安があるからには、じゃあお金だけあればいいのかって、今お金があってもベッドがないとかベッドがあっても人がいないとかっていう時に、まあ、いつまで同じことを繰り返しているのかと、うん、なぜもの突破口が見つからないのかっていうのは、うん、閉塞感なんだと思います。やっぱりそうなんですね。そこはやっぱり既得権益の壁って結構あるんでしょうかね。ありますし、やっぱり新しいことをやっていって便利になった、うん、前より良くなったじゃないかっていう、うん、
感覚が肌で感じられないんでしょうね。なるほど。一つも会社に勤めていても前より良くなったじゃないかっていうのがあった時代が高度成長期だったり、うん、やっぱりバブルもいいじゃん、もうものすごく儲かってるっていうのが、だから使ったんだと思うんですけどね。そういうことはやっぱりあれですね、総じて言うと日本がもう少し右肩上がりに戻っていかないと実感ができないっていうか、いやアベノミクスで誰しもが考えてることだと、で一生懸命その就職率も上がりましたし、失業率は下がりましたし、実質賃金が下がってるわけですね言ってるわけですけれども、じゃあもう 60% 70% の中小企業が救われているのかって言ったら誰もそう思ってない、そうですね。なるほど。それと先生の掲げる政策で面白いなと思ったのは喫煙者のことが、はい、喫煙者なんですけれども、はい、反対する人も多いんですけれども、副流煙を、吸わされる人の健康維持っていうのが必要だと思ったんですね、はい、だから全部禁煙にするんだったら、はい、それはタバコの、はい、自動販売機も置いちゃいけませんよ、うん、なるほど、うんうん、だ税金だっていただいてるんだから、ね、はいはい、でそしたらちゃんとパーフェクトにクリーンジャパンって言ってパーフェクトに分けなきゃならないと、うん、そうしたらここでどうぞっていうのをちゃんと設けなきゃならないというのが私の考え方だったんですが、 あらゆる場所を全面禁煙にするとかえって変な場所でタバコを吸う人が出てきたとかですね。香港とか台湾とか中国の人も喫煙率 50% とかって言ってて、はい、でどこで吸えばいいんだどこで吸えばいいんだって言ったらですね、完全分煙をしていなければボンボン捨てますよね、もう分かんないところで捨てようと思いますし、うん、あの方々はハイキング好きですから山に行って吸って捨てちゃおうと思うかもしれないし、うん、オリンピックもありますし、うん、だけどまあとにかくそんなこと言わないで全部禁煙にすればいいんだという考え方ですね、うん、それは改革スピリッツとはちょっと違うと思うんですけれども、吸う人は吸う場所をちゃんと作ってあげるとか、うん、そういうこともいるんでしょうかね。じゃなければ、まあタバコは売らないと、でそうなるとアメリカの禁酒みたいに隠れて、また隠れて隠れてってタバコが1箱2万円だなんていうふうになったり、そうですね、そんなことにならないためにやっぱバランス感覚が必要かなと思って、うん、なるほど、まあ、提案をしているんですけれども、なるほどなるほど、それとちょっともう少し維新全体の話もしてみたいんですが、ある維新の議員に聞いてみたらですね、日本維新の会はやっぱり地方から始まったのでドメスティックなんだと、例えばさっき外交だとかですね、そういったところについて明確な方針ってあんまり党内で議論されてないんで、うん、そういえば私がいた時もそうだったなって感じがするんですが、最近来年習近平が来たり中国との関係もいろいろありますけれども、どんな感じなんでしょうかね。うん、今は、その非常に外交が、密閉してますよね、あまり皆さんよく それはいろいろ差し支えがあるので、発言は、控えさせていただきますみたいなお答えが多いですね。あ、なるほど。あんまりこの表だってこの維新はこうだと、対中政策こうだとか、対中政策に関しては中国に対してちゃんとズバリと言うべきだというのもありますし、チベットに対しても、なるほど、言うべきだというのもありましたし、あんなに中国というのはこう弾圧的な、ね、政治をするのに対して、民主主義というのはどういうものだということを訴えていくべきだという動きはありますけれども、松田先生におっしゃられたように、なんなら聞こえてこないなっていうのがあると思いますね。だから香港に対しても中国に対しても言ってはいるんですけど、チベットに対しても言ってはいるんですけれども、外交ということに関してもその、集団的自衛権というのも、憲法ではっきりと自衛隊の、存在を、明示、明確にするべき、言ってはいますね。あ、なるほどなるほど、言ってはいます。なるほど。あとはあれですね、いずれ、今の安倍政権がいずれ終わるわけですね。その後ですね、日本維新の会って政界の中でどんな位置を占める、べきなんでしょうか。国政として勢いをもう少しつけていかなければいけないと、これは必死ですよね。なんで地方議員の議員の数を増やしていかなきゃならないと、でその大阪都構想で都になった時には東京都とやっぱり二輪のね、国の体制を作っていくっていうのが府ではなくて都になっていくんだと、なんかどちらかで大きな災害があった時には助け合えるようにするんだというのもありますし、あと国際的に経済を上げていくためには IR といってですね、はいはい、私も IR 推進をやりましたけど、はい、もう総合的リゾートエリアを作っていくっていうのも、一つ立てていますし、大阪万博を持ってくるんだというのも一つ成功しているわけなんですけれども、なんとなくその地方色が強いので、
国政の中ではもっと力が足りないんじゃないかとは言われていますね。うん、どちらかというと国政政党としてもっとこう脱皮すべきだっていう意見もよく聞きますよね。うん、そうですね、はい、だけど自民党と一緒になってしまったんなら仕方がないだろうと、うんうん、補完勢力ではなくて是々非々の政党なんだから正しいことは、ね、正しいことまでダメだって言ってたんじゃ、それじゃ全然前に日本が政治が進まないじゃないかという、まあ、ご意見がもう最も主流ですよね、うん、だから反対の理由っていうのが、はい、を言いながら、はい、でも総論としては賛成ですっていう、うん、いう国会の本会議での討論でそういうと、うん、賛成の立場から、討論させていただきますがこれこれこれは良くないというと、はい、まあ、野党からそれだったらなんで反対しないんだという、はいはいはい、これが最初に松田さんがおっしゃった与党だというところなんです。与党ですね、はい、ですからよく是々非々でだったらどうも国民に分かりにくいなんて議論はしょっちゅう昔もしてましたけれども、でただあれなんですね、じゃあ今の他の民主党系の野党以外にちゃんと現実主義に立った政党がやっぱりいるんじゃないかと、うん、あるいは保守系の方々もいや今の自民党は嫌だけれども、うん、自分は保守なんだというとやっぱり維新を選択肢に挙げる人は結構いるんですね、うん、だからそういう人たちの期待にやっぱり応えられるような、うんうん、そういう本当の国政政党としての成長があるといいなって私は思ってます、ね、まあ、憲法改正であったりですね、教育の無償化だったり、その抜本的な社会保障制度の、はいはい、改革だったり、はい、ということを今一番言っているわけで、とにかく審議をしましょうというところなんだろうと思うんですけどもね、はいはい、まあ身を切る改革ということをその全面的に、なんとか行政改革もそうですけれども、はい、国会運営の中でも無駄をなくしていきたいというのを強く訴えてますね、これは。そうですね、はい、でもペットボトル一つ、についてもそのペットボトル、うん、もういつまでガラスのコップで飲んでるんだということ一つでもですね、なるほど、はいはいはい、決めるのも遅いし、変わるのも遅い、もうペーパーレスでいいじゃないか、紙のね、使っている予算だけでも何千、ものすごい紙ですよね億という単位が浮くぞと言ってもなかなか通らないし、徹夜国会をやったら衆参で合わせたら1日6000万税金を使うんでしょって言っても、はいはいはい、うん、それもなかなか通らない。なるほど、分かりました。最後に今日のお話聞いてですね、石井先生のお立場どちらかというとこの一般の普通の国民あるいは被災者とかあるいはその弱者にこう寄り添うというかですね、維新の中でもなんかそんなお立場を強く持たれているように聞こえましたけれども、はい、そうですね、そうですね、どんな維新の政治活動を通じてどんな国づくりというかですね、うん、それを目指しているか、まず女性ですからその、はい、まあ、一番いいのは女性がこれから働きながら学問も身につけながら、はい、大変ですよね、はい、結婚するのかしないのか、はい、いつ出産するのかどうのっていうのも、まあ、昔だったらそれが当たり前だみたいな生活が当たり前にできなくなってきたということであれば、やはり生まれたお子さんをどう育てていけばいい国にするのかというのを考えていきたいと思っておりますね、はいはいはい、教育制度も変えなきゃならないし、まあ、医療の制度っていうことについてもう少し自分がこの政治家である間は改革をしていきたいと思っています、はい、うん、なるほど、やっぱりあれでしょうか、その際もその、医療側からの視点ではなくて患者側あるいは家族の側でもっと利便性の高い安心できる医療作りというか、そう、はい、難しいですねって言ったら何も前に進みませんから、はい、そこをなんとかしなければならないというところでしょうか、ただ医学的な目で見るとですね、治療をしてなんぼのものだと、はい、その人が良くなってどれだけのものだっていうのが、医学の世界なんですけれども、政治っていうのはこうバランスをとって、そうなんですね、はいはい、治すばっかりではなくて、みんながこうなんとなくいいんじゃないかという、そこ曖昧だったり玉虫色だったりするっていうのはですね、はい、もう3年やってみて、はい、なんだちっとも治療になってないじゃないかっていう感想は持つんですけれども、なるほど、よくわかります。やっぱり私のなんか経験で言うとですね、今の小さな幸せにしがみついてなかなかそこから離れようとしない人たちがたくさんいて、やっぱり大きな幸せがいて、みんながこうこっちに
もうあの新しいところに動いていくよっていう、それを作るのが政党の役割のような気がしてまして、そういった意味ではなかなかこの自民党ではできないことが維新ならできるんじゃないかって期待を受けてるんじゃないかと思いますが、はい、まあ、あの何はともあれもっと維新の立候補者を出して皆さんがそれを選んでいただくということもね、はい、大事で、その時に改革スピリッツ、身を切る改革といってもやっぱ具体的に何なんだっていう話ですね。皆さんその内部留保ということばっかりで会社からいくら働いたってちょっとも良くならないのに、なんで残業はやっちゃダメだとか、そうなんですね、育児休暇って、育児休暇が必要なのは家が大変な人だけで、会社はちょっとも男性に育児休暇取ってほしいと思ってないっていうね、そういう、こう矛盾をやっぱりいろんなところでは根本的に変えていくと、矛盾を変えていくというのが改革の精神だと思うんですね、はいはいはい、なんかできもしないことを言ってて理想を追いかけてても誰も本気になってないじゃないかと、本当はやりたくないっていうことを進めても、予防でも未病でもやりたくないことはやらないですよね、うん、なるほど。その辺がやっぱり維新っていうのはズバリ国民の本音のところにきちっと光を当てて、うん、いや本当は言いたいんだっていう意見をきちっと出していく。そうですね、はい、何もしがらみがないから、はい、誰に遠慮することなく言えるっていうのはあるんですけれども、ね、それを言ったところでそう簡単に変わらないというのがジレンマですね、うん、そうですね、やっぱりあの勢力を拡大して政治力をもっとつけていかないと。そうですね、勢いをつけていかないと、はい、一度会ったっていうのはすごくありますので、はいはいはい、ですね、一度大きくなったのにっていうのがあると、はい、一度大きかったんですけどね、別れちゃったりいろいろありましたからですね。なるほど。いや、あのいろいろと国政の課題もたくさんありますけれども、あの石井先生のような立場からですね、はい、あの少しあの日本の改革に光をもっともっと当てていただいてと思っていますので、うんうん、女性が少ないのでね、はいはい、あんまりにも女性が少ないです。なるほど、まず女性が少ない、ね、また言っている人もいますよね、パリテだとか、はい、フォーマティブローだとかとか、はい、いろいろ3分の2は必要だとかって言ってますけど、やっぱりなかなかなれないですよね。なれないですか、うん、そもそも国会議員になろうと思わない女性も多いっていうことですかね、うん、そうですね。でその私は個人的な考え方はやっぱり人間はポジションがその人を作るっていうこともあるので、はい、やっぱり役割を与えるとかポジションを与えるっていうことも大事だと思うんですよね。まあ、男性の方が俺はどうしてここじゃなくてあっちのあいつがどうしてここにいるんだってそんなことばっかりやってますけど、うんうん、女性はまたそれを全然あの拒否して、うん、あまり責任のないところで働きたいと思っているから、はいはい、なりたくないんだと思うんですね。まあ、なるほど。まあ、いずれにしてもあれですね、その女性には女性の活躍できる居場所っていうのを少しこう分かりやすく示して、まあ、それもそうなんですけれども、私は最近は女性だからじゃなくて、まあ、世界中見たってそうなんですから、はい、男子でも女子でもいいっていうようなふうになって、うんうん、役職をつけるとその人に責任がつきますから、そうですね、できなければクビになっちゃうわけですから、はい、そうですね、はい、そういうところに女性を持っていかないといつまでもやっぱ変わらないと思いますね、うん、やっぱりそういう実例を作っていくことが大事だということですね、うん、そうですね。例えば保健所の所長なんていうのがどうして、はい、医者じゃなきゃいけないかとかね、保健師でもいいじゃないかというような改革ができたらいいなと思ってます。あとそれから維新の政策で、私もそうだったんですが、 IR 法案っていうのを維新が最初にこう国会でこう前、あのなんていうか審議しろとの、私もその役目を担ったんですがね。ああ、そうですか。ですからあの維新はこう IR に非常に、まあ、一番この最先端の政党でありですね、まあ、あのカジノじゃないか、ギャンブル依存症じゃないかっていろんな反対論もあるんですが、石井先生はその辺どんなふうに関わっておられますか、ね、うん、あの私は作り方として、まあ依存症とかギャンブル依存症というのはまず、はい、まあ、医学用語にはありませんね。ああ、なるほど。あ、ないですね、はい、ないですね、はい、で依存っていうのであれば人間は何かに依存しているということで、はい、あのギャンブル依存症についてっていうこういうあの、はい、講演を今度することになってるんですけれども、 あ、はい、あのじゃあパチンコはギャンブルじゃありませんって言うっていうので、あのだいぶ意見が分かれてるみたいなんですけれども、カジノっていうのはギャンブルですよね。じゃあパチンコはギャンブルじゃありませんっていうのは、じゃあギャンブルじゃなくてもいいんですけれども、依存症というのは何の依存症かって言ったら、そこにギャンブルやカジノやパチンコがあるから依存するんじゃなくて、本人が生活の中において何を一番生活の中の時間をね費やしてるかっていうことで依存が決まるわけですよ、ね、お金と時間ということ、はいはいはい、だからそれはもうはっきり分けて考えなきゃいけないわけです、うん、で IR はもあの言えば日本の経済をもうちょっと、はい、そうですね、はい、
活性化していこうと思ったわけですよね、はいはいはい、そうしたらやっぱりすごいそのどこから、お金を取るかといった時に、いや富裕層から取ろうよと思ったんなら、はい、もう全部高くしなければ意味がなかったわけです、うんうんうん、富裕層からパチンコをやろうよとは思ってないわけですからね、うんうんうん、スロットも、はいはい、だからそれはまあだから中途半端だったなとは思います、うん、なるほど、面積にしろ何にしろね、入場料にしろ、なるほどなるほど、もう富裕層さ入場料が6万円が600円ぐらいの感覚しかない人だけを集めて、うんうん、でもう外国のすごい人たちからお金をも取ってくればいいんじゃないかなとは思いましたね。そうですね、そういう意味であの私もあの、まあ、IR 推進議員の一人としてフィリピンの高級ホテル見に行きましたけど、中国人の方々がスイートルーム案内されまして見学したんですが、一人一晩で1億円かけてるっていうんですね。1億円でそういう人たちので、も儲かる商売なんだなというふうに思いましたけども、うん、そこの世界って一般の日本の普通の庶民がアクセスする世界とちょっと違うんじゃないかなっていう感じがしましたですね、うん、だからなんとなく日本流にしようかなと思ったんじゃないんですか、うん、そうすると限りなくそのパチンコだスロットマシンだに 近づいてきちゃって、はい、ゲームセンターのゲームの、はい、ルーレットみたいになってきちゃったりすると、またこれで基幹産業といいますかお金が儲かるっていうところまで行くのかなと、うん、いや日本人がそういう賭け事ということに、うんうん、アレルギーがあったり、それはもう普通の人じゃない人たちがやるものなんだと思ったら、うんうん、なかなか馴染まないでしょうね。ギャンブル依存症対策っていうのはなんかいろいろ言われてますが、先生はどんなふうに、うん、私どもが依存症ってなるとギャンブル依存したために頭痛が止まらないとか、お酒が、止まらないだとか、お金を盗んでしまったとかって言うと、はい、それを治療することはあるんですけど、はい、結果論ですよね、はいはい、なるほど、それ出てくる行動をチェックしてそうですね、はい、あの家族の問題が起きたとか、はいはい、だけどギャンブル依存症というのをどうにか対策立てろと言ったら、うん、じゃあパチンコっていうのは何の依存症なんですかって言ったら、うん、あれは建物の依存症なんですよ。あ、ここに行くと楽しいことがあるという、うん、なるほど。あ、でお金はそれじゃどのぐらい持って乗ったら、いや今日は6000円だなんていう、はい、3000円だとか、はい、じゃああの建物の中に行ったら楽しいことがあるんだったら、その建物の中で依存しない程度のルールを作んなきゃならないですね、はい、うん、うん、ああなるほどなるほど、まあそう、まあ、いわゆるそのカジノイコールギャンブル依存症だっていう結びつけ方ではなくて、もう少しきちっと現象面を見てそれに対する対策を立てていくっていうことになるんでしょうか、うん、カジノなんていうものは普通の人はやらないんだと、はい、でパチンコも普通の人はそんなに行かないんだと、はい、でちょっとたしなむ程度っていうのが、はい、まあ、何でもありましたが、お酒でもタバコでもそうだったんでしょうが、はい、それは依存症じゃないです、はい、あまりにもお金と時間とかければ依存症ですと、うん、そのお酒もタバコも同じですと、うん、でやめることができる方はやめられますという意味ですよね、うんうん、なるほどなるほど。だけどそれが基幹産業みたい、基幹産業というか大きな産業になってすごく儲けてたところがもっと儲けたいとか、はい、今まで通りに儲けたいとなると、はい、俺はもう考え方変えて、はい、あのパチンコ あの建物の中に行くと健康になって帰ってくるみたいな感じの、はい、そのぐらいにアミューズメントなんとかって言ったら名前を変えちゃったりして、ああなるほどなるほど、少しこの概念を変えていかなきゃいけないんでしょうね。だったら依存症じゃないと言えるかもしれませんよね。なるほどなるほど。儲かるということも変えていかなきゃならない、トヨタっていうのは昔ルームって言って食器、はい、トヨタ食器だったでしょ、はい、そうでした。糸を作る、はい、こうルームを作ってたってこと、はい、その趣味で車を作ったっていう、はいはい、ですよね、はい、そういうように昔はパチンコっつったんだぞあそこはっていうぐらい変えていくようなものがあれば、なるほどなるほど。じゃ業界自体がこうバージョンアップしていくっていうか脱皮していくっていうか、うん、違うものに変えていくっていうことなんでしょうね。あそこに行けばですね、パチンコ屋さんに行くとその賢くなって出てくるとかですね、なんかパソコンの使い方の一つでも覚えて帰ってくるだとかっていうようなことがあれば別ですけれども、まあ、あのフィットネスジムっていうのもそうですよね、はいはい、プールも作ってみたり、はい、こんなことやってる場合ばっかりじゃないってなってみたり、食事もできたり、ね、インストラクターをつけたりと、そこにヨガも持ってきたりっていうような感じで総合健康建物みたいになったり、でもそれもまたあのなかなかうまく経営がいかなかったりと、まあ、日本は今
既存の経営感覚ではうまくいかないのに、ガーファみたいなところに追いついていってないというのが、あの経済成長の大きなネックにあると思います。パチンコだけじゃなくて。ああ、なるほど、わかりました。まあ、あのいろんな議論がまだまだあのしたいと思いますので、また機会ありましたら、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今回どうもありがとうございました。